FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。2月14日月曜日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇。本日のお相手はおはようございます、有香です。これから約1時間どうぞよろしくお願いします。そしてそして皆さん、ハッピーバレンタイン、イエイイエイイエイもうね、今日はね、沖縄どんよりと雨が降っておりますが、ハッピーな一日にいたしましょうということで、今日も元気に放送していきたいと思います止まるなよってね、空間開けるなよって感じだったね今ね、うん、それでは皆さんのね、おはようコメントたくさん今日も来てるので、一人一人丁寧に読んでいきたいと思います。マーチンさん、おはよう姫で、おはようございます。カンさん、おはようございます。で、音符マーク可愛いですね、毎日ありがとうございます、おはようございます。タッキーさんも、おはようございます、おはようございます。嬉しいですね、なんか毎朝来てくれる、嬉しいなみんな毎朝来てくれるか長谷川じゅうさん、ありかーっていつもね、最近名前しか呼んでくれないね。後で多分書いてくれると思うんですけど、おはようってありかです大輔さん、ニコニコマークありがとう、おはようございます。沖縄大輔さんも、おはようございますって、おはようございます。あ、眠そうな顔してますね、絵文字がね、はい。タキシーさん、おはようございますって、おはようございます。エマさん、ハッピーバレンタインって来てる、ハッピーバレンタイン。エマさん、私初めましてかな、よろしくお願いします。今日もハッピーな一日にいたしましょう。あ、来ましたね、長谷川純さん、ありがとう。ヘイムナハをご視聴のオーディエンス、ウキミソオチ、今日星座占い7位の関東は雪だねおじさんです雪だね、関東は雪だね。そして今日ね、7位だったんだ、真ん中らへんだ、真ん中でもないのか、真ん中らへん、真ん中らへんか、うん、いいことがあるよ今日も、うん。リナママさん、あ、お久しぶり、おはようございます。エマさん、男子の皆さん、今日はそわそわな一日ですね、ですね。本当に私もそう思いましたよ、昨日から思ってる。今日は多分学校とかね、行く、まあ、学生時代が一番そわそわするんじゃないかな社会人になるとさ、やっぱ なんだろう、そんなのってあまり期待してるのかな、まあ、男性だから私は分かんないけど、うん、どうなんだろう。でも学生時代のこの男子型のね、あのそわそわ感はね、こっちにも伝わってきてたよね、うんうんうん。あ、カンパチさん、おはようって、おはようございます。マーチンさんが、バレンタイン&結婚記念日なんですよって、おー、よく我慢したなって妻に言うと、私がだよねって私、明日ジェット姉さんのバースデー、私は言わない、あ、そうだ、明日姉さん誕生日だ、
そうだよそうだよ、バレンタインの次の日だった年は言わない、年はね、そう、永遠の何歳かもしれないから私みたいに言わない子、うん、そっか、バレンタインと結婚記念日一緒なんですね。あー、おめでとうございます。素敵なハッピーがね倍になるね、いいですね。ということで皆さん、今日はテーマバレンタインデーでございます。もうさらっと言ったけど、バレンタインにあったね、あの甘酸っぱい思い出とか面白い思い出とか、なんかたくさん送ってきてください。うん、私ねちょっとね、ギリチョコばっかね送ってたからね、その甘酸っぱいとかはないんだけど、なんかね最近かな、結構前かな、お母さんがなんか探した日記にね、小3の頃の私の日記が書かれてたんですけど、あの1回ツイッターにも載せたんですけど、〇〇くん、大好きな〇〇くんにバレンタインを送ったって書いてあった。で先生にそれを見あの書いてて、でその受け取ってくれた〇〇くんはね、あのなんだろう、風邪ひいて元気なかったけど今元気出たって、これは先生本当に元気になったのか、それとも私からチョコレートをもらったから元気になったのか教えてください、先生だけが頼りっていうね日記をね書いてた。もう恥ずかしかった今読み返したら恥ずかしかったとっても、うん、だからそういうね、なんか恥ずかしい、今思い出すとちょっと恥ずかしいような思い出とかもねあったら教えてくださいなはい、ということで今日のテーマはバレンタインデーです。皆さんのバレンタインの思い出教えてください。はい、ということでこの番組はリスナーの皆様からのリクエストメッセージを募集しています。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト YouTube で動画配信もしています。またリスラジアプリをダウンロードしていただければ世界中どこからでもお聞きいただけます。FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけます。コメントエピソードはホームページのメールフォームかツイキャスからコメントができるようになっております。はい、ということで今日のテーマバレンタインデーでございますがね、カンさんからね早速コメント来てますよ。男子校にそわそわはなかったいいね、そっか、男子校はそんなにそわそわしないかだね、うんうん、まあまあ分かんないからね、うん、じゃあこの男子校じゃなかった時のそわそわしたカンさんのエピソードあれば教えてくださいはい、ということで本日1曲目いきましょう。バレンタインにふさわしいのではないでしょうか。カーディガンズでラブフール。
ただいまの時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしていますモーニング那覇です。では初めに今日のお天気お送りしていきます。本島中南部北の風強く、後北東の風やや強く雨、夕方から曇りになるでしょう。波の高さは 2.5 メートル後3メートルとうねりを伴うでしょう。続きまして降水確率、こちら午前中が 80%、 そしてお昼の12時から夕方6時にかけて 70%、 夕方6時から深夜12時にかけて 10% となっております。日中の最高気温は19度です。続きまして気象警報注意報です。那覇市内強風注意報、波浪注意報が発生しております。那覇市内強風注意報、波浪注意報が発生しております。続きまして現在の那覇市内の交通情報をお届けしていきます。国道58号線南行き那覇市泊付近では 1.4 キロメートルと長らく渋滞が発生しております。そしてアメク真壁線上りでは 0.5 キロメートルの渋滞が発生しております。続きまして国道330号線北行き那覇市真壁バス停付近、こちら 0.8 キロメートルの渋滞、そして一部混雑も発生しております。続きまして那覇北中城線東行き、こちらは流丹通りですね、下りこちら 1km の渋滞、そしてこちらも一部混雑発生しております。続きまして崎山松川線下り那覇市松川付近、こちら 0.5 キロメートルの渋滞が発生しております。続きまして国道330号線北行き那覇市与儀付近では 0.9 キロメートルの渋滞が発生しております。そして国道507号線西行き那覇市小羽倉付近、こちら 0.8 キロメートルの渋滞が発生しております。続きまして那覇市山下付近、こちら北行きですね、 1.3 キロメートルの渋滞が発生しております。続きまして那覇山下南付近、こちら北行き 0.5 キロメートルの渋滞が発生しております。続きまして国道331号線北行き那覇市赤峰付近では1キロメートルの渋滞が発生しております。そして那覇空港線231号線ですね、こちら那覇市赤峰付近上り、こちらは 0.5 キロメートルの渋滞が発生しております。続きまして高速道路の交通情報です。沖縄道上り、そして下り許田インターチェンジから許田インターチェンジ付近、こちら強化補修作業中のため対面通行となっております。続きまして沖縄道上り、そして下り金インターチェンジ付近から金インターチェンジ、こちらも強化補修作業中のため対面通行となっております。そして沖縄道下り金インターチェンジ付近では 1km の渋滞も発生しております。続きまして沖縄道上り沖縄北インターチェンジ付近から沖縄北インターチェンジ、こちら工事中のため第一走行規制中となっております。続きまして沖縄道上り北中城インターチェンジ付近では工事中のため規制中となっております。続きまして沖縄道上り、そして下り西原インターチェンジ付近、こちらも強化補修作業中のためこちらは規制中となっております。続きまして沖縄道上り西原ジャンクション付近、こちらは工事中のため規制中となっております。今日は雨なので多分いつもよりね混むことが予想されるので、いつもより
お家を、ね、早く出て安全運転で出勤通学なされてください。以上、お天気交通情報をお届けしました。ここでもう一曲流していきたいと思います。てっちゃんでチョコレート。ニュースを沖縄タイムス琉球新報よりお読みします。まずはじめに沖縄タイムスからお読みしていきます。ピエール・エルメが沖縄進出、那覇空港にオープン。地元食あふれる限定品スイーツとは。世界的に有名なフランス人パティシエのピエール・エルメ氏が手掛けるコンセプトショップメイドインピエール・エルメ那覇空港がこのほど那覇空港旅客ターミナルビル内にオープンした。県内での出店は初めて。石垣島産のパイナップルを乗せたパイナップル&バニラのソフトクリーム、マカロンシークワーサー、シークワーサーソーダなど県産素材を使用した限定品も取り扱っている。日本各地の生産者とコラボレーションした海苔やジンジャーエールなどの食料品も取り揃え、20から30種類の商品を販売する。店内は沖縄の海や波をイメージした内装でイートインプレイスもある。メイドインピエール・エルメを手掛けるペアッシュ・パリ・ジャポンのリシャール・リュデュ社長はシークワーサーやマンゴーなど県外とは違う素材の魅力を感じた。県産品とのコラボ商品を今後も増やしていきたいとコメントした。続きまして、沖縄タイム失礼しました琉球新報よりお送りします。沖縄まん延防止20日解除でほぼ一致、専門家会議15日に県の方針決定。新型コロナウイルス感染症
感染対策専門家会議が13日県庁で開かれ、まん延防止等重点処置を期限となる20日で解除することがことで意見がまとまった。出席した委員のほぼ全員が解除に同意したが、新規感染者が再び増加する懸念もあるとして消極的賛成とした。反対した委員は1人で、処置解除により感染対策に緩みが出ることを危惧した。県は15日に対策本部会議を開き、重点措置の延長するかどうかを決める。以上、沖縄タイムス琉球新報よりニュースをお届けしました。78.0 アネッタイラディオ FM マハ。それでは今日のテーマいってみましょう。バレンタインデーです。バレンタインデー、エマさん、バレンタインに浮かれている男子たちにデスソース入りの手作りチョコを送ったことあるよ後日感想を聞いたら、お前あれはダメだろって言われた。ちなみに瓶半分デスソース使ったよデスソースか、え、辛いやつ、デスソースってすごいね、やるねエマさんいたずら心が過ぎてるね、すごいね。私そんな勇気ないよ甘々にして作る。あ、そう、私そうなんですよ、今日が14日でバレンタインじゃないですか。なので早めに私この K-POP カバーダンスの生徒にねチョコレートあげようと思って、土曜日レッスンがあったので、その前の日に作って置いてあったんですよ。で、あの当日持って行って、その冷蔵庫がねあるからそこで保管していたのに、もうねちゃっかりあげることを忘れて、普通にもう冷蔵庫にねチョコレートも忘れて帰ってきたっていうねなんか作り直しです、はい、水曜日に会うので、会うっていうかレッスンがあるので、その時にねまたみんなに渡せればいいかなって思います。はい、せっかく作ったけど、まあいいでしょうしょうがない、うんうん。でもデスソース使ったら怒られそうだよね、怒られそうっていうか泣かれそうだよねはい、あ、ジェットネさん来てますね。料理をしながらノリノリで怪談話を聞いている画伯グッモーニング明日は姉さんの誕生日なのよ。これ年いっていいの？さっきマーチンさん控えてたけど、もう書いてあるから言っちゃうね33歳よ。スリースリーって感じ、ウェーイ、どんな感じスリースリーじゃあノリノリなんだね、オッケーオッケー。もうさ、あのさ、チョコレート作りながら階段聞くのはさすがに、あの、なんだろうな、やめたよなんか母に怒られた日からやめてるよ、ちゃんと大丈夫、うん、もう聞いてない、あの料理しながら階段は聞いてない、うん、あの料理しながら音楽聞いてる、ちゃんとなんか、うん、ちゃっかりあのチョコレート作ってる時はあのスノーマンのタッチマイハート聞いてた、うん、あなためっちゃ好きなんだ、そうそう、すごいよね。カンパチちゃん、カンパチちゃんって言っちゃった噛んじゃった、カンパチさん、チョコはペンシルチョコかパラソルチョコが好き。あとさ、絵の具みたいなのも好きだった。わかるかな、絵の具みたいなチョコ、なんだろう、チョコ、ペンシルチョコかパラ、あ、ペンシルチョコね、ありましたね、そういえば思い出した思い出した、パラソルチョコね、あ、ありましたありましたあれなんだろう、美味しいですよね。なんか食感も、食感っていうか初めの一口のガブッパリッかな、なんかその感じ好きです私も、うん、いいですね。で、長谷川純さん乗ってるねペンシルチョコ懐かしいって、藤屋の
ハート型のピーナッツチョコが懐かしいね。そう、フジヤだ、あれフジヤが作ってたんだ。うん、長谷川純さん、バレンタインデーで気がそぞろなのは若い頃だけそんなこと言うなよ今でもそわそわしていいんだよもうそんな気になれない、なっていいんだから、うん、勝手にそわそわしてるのは自由なんだからねえ、あ、私なんか面白いエピソード、私が体験したというよりかは、まあ、まあ体験はしてるんですけど、ね、中学生の時に、中学校1年生だったかな、まあ、これはダメですよ、あの学校にねお菓子持ってっちゃダメなんですけど、なんかね女の子があのクラス中の子にチョコレートを配るっていうのがありまして、うん、皆さん学校にチョコは持ってちゃダメだよ、うん、でこのね前日か前々日ぐらいの時になんかね一人一人に白黒どっちがいいって聞くんです、白か黒かどっちがいいみたいな、でみんななんか黒黒とか白って言ってて、私はなんか分かんないけど黒とか言ってたの、ね、チョコレートだろうなってなんかみんな感づいてるから、自分のね好きなホワイトチョコか普通のね黒いチョコなのかっていうのをね言ってたと思うんですけど、あーなんか上回ってきてこの子、あのね当日朝早くせわしなく教室に入ってきたと思ったら、板チョコのねパックをね、あのパックっていうかなんか箱買いしてて、それをなんかもうメモしてるから、誰が黒か誰が白かみたいな、それを一人ずつのね何だろう机のにバーって置いて、で私はもう何だろう教室の中にいたから、有川は黒だったよねみたいな言われて、あ黒ですって、もう本当に板チョコあこういう渡し方もあるんだなって私は学びました。面白いなこいつと思って、まあ、ありがとうって思いましたね、うん、ライチーさんグモニンって、雨シュリナウ渋滞鬼、ね、今日は雨だし多分みんな安全運転によんなよんな運転してると思うから結構渋滞かかってると思います。バレンタインでブラックサンダークレイってさっきファミリーマートに売ってましたよ違うか、もらいたいんだもんね、違うか、はい、あ自転車の店タオさん、有香さんおはようございます、雪かき2回戦やってきましたって、あお疲れ様です、そっか雪かきしてきたんですね、しかも2回戦ということは今日2回目ということでしょうか、お疲れ様です。では今日のテーマバレンタインデーなので、よかったらバレンタインエピソードを皆さんの聞いて楽しんでくださいぜひぜひコメントも待っております。はい、というそうこうしているうちにですね、前半が終了のお時間になりましたので、また後半ね読んでいきたいと思います。メールも届いているので後半に読みたいと思います。ということでこちらでうちなうぐちなうと、先ほど長谷川純さんのリクエストで家入りレオさんのチョコレート流してくださいということだったので、そちらを流して後半に移っていきたいと思います。それではうちなぐちなうからお聞きください。ユズのハットケージャージのうちなぐちなう、さあ今日皆さんに紹介するうちなぐちはこちら、縛りよ縛りよ、これは頑張れよという意味です。使い方はこちら、あやっと親父の葬式終わったね、ちょっと落ち着いたね、そうだな、お前たちもご苦労さんな、ああいよいよ、あそうだ俺たち兄弟に親父から遺言預かってるんだけど、うん、マジであそうなの、うんうん、じゃあ兄貴読んだよ、読もう、うん、うん、分かった、なんだろうね、なんだ、じゃあ読むよ、うん、ケージャージハット裕次郎縛りよ、軽さよや、かっこ笑い、笑ってるよや、あとあの100円ずつ包んであるな、おやじおやじ縛りよ、縛りよ、おやじ縛りよ、縛るよ、
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。2月14日月曜日、ただいまの時刻は8時32分です。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇。本日のお相手はおはようございます、有香です。それではこれからの時間お付き合いください。はい、ということで今日のトークテーマはバレンタインデーでございます。メール来てるのでそちらからご紹介していきたいと思います。少々お待ちを。まあ、みんなそわそわしてるかな、どうだろう。あ、あれなくなってるメールが消えてる、なんでだろう。あれ本当になくなっちゃった、後で探しておきます。はいということで今日はバレンタインデーですよ。皆さんウキウキしてますか、そわそわしてますか、男性諸君。でもねあれらしいんですね、この女の子から送る風習っていうのは日本だけみたいですね。外国だと男性から送る形、まあ、なんだろうな、形がない、男性が送ってもいいし女性が送ってもいいしっていう風になったらしいですね。でなんであの女性から日本は送るんだろうってなった時に、このしかもチョコレートをね売り出そうと思ったかなってなった時に、あのチョコレートメーカーさんが売り出したらしいですね。この日にチョコレートを渡そうみたいな広告とかそういっぱい出して、あのそれであの女性が多く買いに来て、なんか恋のある男性に渡すっていうことが増えたっていう書いてはあったんですけど、昔はなんか女性から男性に愛の告白をするのはなんだろうな、ちょっとあまりよろしく思われないことがあったらしいですね。なのでなんだろう、1年に1回の、女性から男性に愛の告白ができるのが2月14日だったらしいです。このイベントを理由に女性から男性に告白ができる唯一の日だったらしいです。なのでそれがなんだろうな、残って今はなんか女の子が男の子にこのチョコレートを送るっていう風になってるらしいです。なんだろう、それを聞くとなんか納得はしますけど、でもね時代って変わっていくから、もう好きな子がいたら男の子でも女の子に渡していいと思う。うんいいと思うよ私は。うん、ちょうだい
はい、ということで今日のトークテーマはバレンタインでございます。皆様のね面白いエピソードたくさん待ってますよ。はい、カンパチさん、ちょっと明日以降コンビニとかで売れ残ったチョコを半額で買うのが好きだ。ちょっと今日買いに行きなよ。いいね、楽しいね。でもね、こういうのも楽しみの一つではありますからね。うん、いいと思う。はい、ということでこの番組はリスナーの皆様からのリクエストメッセージを募集しています。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト YouTube で動画配信もしています。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけます。はい、ということで今日のテーマバレンタインデーでございます。皆さんのメールコメントたくさん待ってます。それではここでもう一曲流していきたいと思います。バシで愛のままに、フューチャリング椿。FM 那覇ただいまの時刻は8時39分を回りました。カルチャンプルーナオケー通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしていますモーニング那覇です。でははじめに今日のお天気お送りしていきます。本島中南部北の風強く、後北東の風やや強く雨、夕方から曇りになるでしょう。波の高さは 2.5 メートル後3メートル、うねりを伴うでしょう。そして降水確率、午前中が 80%、 お昼12時から夕方6時にかけて 70%、 夕方6時から深夜12時にかけて 10% となっております。日中の最高気温は19度です。続きましてハロー警報注意報です。
那覇市内強風注意報波浪注意報が発生しております。強風注意報と波浪注意報が那覇市内では発生しております。続きまして現在の那覇市内の交通情報をお届けしていきます。国道330号線北行き那覇市与儀付近では 0.7km の渋滞が発生しております。続きまして国道330号線南行き与儀大通りこちら 1.4km の渋滞が発生しております。続きまして那覇北中城線西行きこちらは草原寺通りですね、上り 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして崎山松川線下り那覇市松川付近では 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして那覇糸満線上り那覇市市立病院前付近では 3.6km と長らく渋滞、そして一部では混雑も発生しております。続きまして国道329号線西行き那覇市上間付近では 0.7km の渋滞が発生しております。続きまして国道507号線西行き那覇市小羽倉付近こちら 1.5km の渋滞が発生しております。そして507号小羽倉大通りこちら東行き那覇市那覇未来支援学校付近では 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして那覇市山下付近こちらは北行き 0.9km の渋滞、一部混雑が発生しております。続きまして那覇市小禄付近上りこちらでは 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして国道331号線北行き那覇市赤峰付近では 1km の渋滞、そして那覇空港線231号線上り那覇市赤峰付近では 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして高速道路の交通情報をお届けしていきます。沖縄道上りそして下り許田インターチェンジから許田インターチェンジ付近こちら強化補修作業中のため対面通行となっております。そして沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジそして許田インターチェンジ間こちら工事中のため第一走行規制中となっております。続きまして沖縄道下り金インターチェンジ宜野座インターチェンジ間こちらは宜野座インターチェンジ付近ですね、強化補修作業中のため追い越し車線規制中となっております。こちらは追い越し車線規制中です。続きまして沖縄道上りそして下り金インターチェンジ付近から金インターチェンジこちらは強化補修作業中のため対面通行となっております。続きまして沖縄道上り沖縄北インターチェンジ付近から沖縄北インターチェンジこちらも工事中のため第一走行規制中となっております。続きまして沖縄道上り北中城インターチェンジ付近こちら工事中のため規制中となっております。続きまして沖縄道上りそして下り西原インターチェンジ付近では強化補修作業中のため規制中となっております。続きまして沖縄道上りこちらは西原ジャンクション付近こちらも工事中のため規制中となっております。皆様今日は雨が降っておりますので安全運転なさってください。以上お天気交通情報をお届けしました。それではこちらでもう一曲流していきたいと思います。宇野美沙子さんでスカイ。
Station. Okinawa. ニュースを沖縄タイムス琉球新報よりお読みします。まずはじめに沖縄タイムスからお読みしていきます。ピエールエルメが沖縄進出、那覇空港にオープン。地元食あふれる限定品スイーツとは。世界的に有名なフランス人パティシエのピエールエルメ氏が手掛けるコンセプトショップメイドインピエールエルメ那覇空港がこのほど那覇空港旅客ターミナルビル内にオープンした。県内での出店は初めて。石垣県産のパイナップルを乗せたパイナップル&バニラのソフトクリームやマカロンシークワーサー、シークワーサーソーダなど県産素材を使用した限定品も取り扱っている。日本各地の生産者とコラボレーションした海苔やジンジャーエールなどの食料品も取り揃え、20から30種類の商品を販売する。店内は沖縄の海や波をイメージした内装でイートインスペースもある。メイドインピエールエルメを手掛けるペイアシュパリジャポンのリシャール・リュデ社長はシークワーサーやマンゴーなどの県外とは違う素材の魅力を感じた。県産品とのコラボ商品を今後増やしていきたいとコメントした。続きまして琉球新報よりお読みします。沖縄まん延防止20日解除でほぼ一致。専門家会議15日に県の方針決定。新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が13日県庁で開かれ、まん延防止等重視措置を期限となる20日で解除することで意見がまとまった。出席した委員のほぼ全員が解除に同意したが、新規感染者が再び増加する懸念もあるとして消極的賛成とした。反対した委員は1人で、処置解除により感染対策に緩みが出ることを危惧した。県は15日に対策本部会議を開き、重視措置を延長するかどうかを決める。以上、沖縄タイムス琉球新報よりニュースをお届けしました。それでは今日のテーマ、バレンタインデーです。それではメール咲かせたのでお読みしていきたいと思います。那覇ネーム沖縄大好きさん。有香さん、おはようございます。沖縄大好きです。イエイ、おはようございますいつも元気だね。メッセージテーマ、バレンタインデー。バレンタインデーの思い出。小学5年生の頃、当時の担任の先生が家庭教
家庭科室のを開放し、クラスメートの女子全員チョコレート作りをしていました。すごいね。僕たち男子は教室で待機、女子たちが教室へ向かってくるのが見えると、なぜか男子全員清掃用具箱とかに隠れてました。謎の行動に出たのね。その後女子たちにすぐ見つかって、教室を出てすぐ隣にある広場へと移動しました。男子と女子で横一列で分かれて、男子たちは一人ずつ女子からチョコレートを受け取りました。なるほど、いいね。僕が受け取った女子からは、ギリって思わないでねと言われて、中を開けると小さなチョコクランチが入ってました。ハート。大人になった今考えると貴重な経験もしました。これなあれだね、ちょっと私がドキドキした。ギリって思わないでねっていう一言添えて渡す感じがもうおませちゃんだ。いいね。でもこういうのいいですね。いやー甘酸っぱい。その後どうなったんだろうっていうのは気になりますけど、書いてないな。さっきほどね、カンパチさんがコンビニとかでね、あの明日以降売れ残ったチョコ半額で買うの好きっていうのにあったんですけど、その前にねジェット姉さんがバレンタイン、私は終わった後に値下げされているチョコレートを買うのが毎年の楽しみって書いてあって、ここにもいたよみたいな。もうみんな今日買おうよ、自分のために買おうじゃ。長谷川純さん、アリカは誰に送るのら、子供たち。と家族と子供たちかな。作りはするけどね、なかなかね、相手がね、ね。自転車の店タオさん、このところバレンタインデーとは無縁で過ごしていますが、チョコレートは大好きです。女性の皆さんお待ちしてます。ということで皆さん、自転車の店タオさんのお店にチョコレートを持って出かけてみてはいかがでしょうか。もしかしたらなんか自転車についてめっちゃ語ってくれるかもしれないしね、なんか特典があるかもしれないよ。ジェット姉さん、バレンタイン誰かゴディバのチョコレートください。あーいいね、おいしいよね、ゴディバのチョコレートおいしいよね、私も食べたい。いいですね。カンパチさん、いつもの薬局で一言書かれたチョコをもらった、皆さんに配ってますって。勘違いすんなよってことだな。いいね、勘違い、確かにね、皆さんに配ってます。多分なんか罪悪感を持たせずに持ち帰らせたいがための多分一言だと思うけどね、勘違いすんなよってことだもう捉えられるね。いいね、こういうの好きだな。皆さんに配ってます、いいね、私も配ろうかな、皆さんに配ってますって言って。カンさんがバレンタインデーといえば国生さゆりさんのバレンタインデーキスですね。もうあれは本当にこの時期よく流れますね。たくさんありがとうございます。たくさん来てますね。タキシーさん、ギリでも何でもチョコレートはありがたいんですが。やっぱり本命初告白のシチュエーションでいただくのは嬉しいですねって。あったな、そういう経験。あったな、もしかして。タキシーさん、もうね、なんか楽しい話してるとやっぱ時間ってあっという間に過ぎますね。もうね、お別れの時間となってしまいました。いつも今日もね、楽しく1時間、約1時間一緒にここを楽しんでくれてありがとうございます。それでは今日もハッピーでラブリーな一日にしてください。お仕事、学校に、はい、行ってらっしゃい。男子のみんな、そわそわしていきなさい。